ようこそハチポチガーデンへ。今日はホームセンターで売られていたミント値下げ品、また私の大好きな値下げ品のハーブをですね、水耕栽培にしまして、うまく見えるかな、これ、ね、根っこが、水こぼれちゃった、根っこが出てきたので、これをね土に植え替えたいと思います。そう、ね、まずはこれ見てわかるかと思うんですけど、これね、もともと買った時にこういう風にもうすでに伸びきってて、でこの辺はねもう葉っぱが枯れてたんで、その葉っぱを落としたんですけど、水耕栽培でねちょっとでもこう葉っぱをね増やしていけたらいいかなと思うので、まずこれをカットしちゃいます。よく見るとね、根元の方にちっちゃい葉っぱが出てたりするので、そこは間違って切らないように慎重にねカットしていきます。あとはね、根元が茶色くなってないかは念のため確認します。でもね、黄色い葉っぱは落としちゃいます。養分がね、葉っぱにもっと行き渡るようにねカットしちゃいます。と、これがペパーミントの葉っぱです。と、ペパーミントとペパーミントアロマ、こうね、よーく見比べてみると、ペパーミントの方はねちょっと葉っぱが鋭い形をしてます。で、ペパーミントアロマは全体的にねこうちょっと丸みを帯びた葉っぱの形をしてます。色はねこう、パッと見そんなに違いはありません。でね、香りはペパーミントの方がすっきり爽やかな香りがして、ペパーミントアロマは全然香りが違くて、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとねこう花のような香り、ラベンダーとかね、ちょっとラベンダーとアップルの香りをこう足したようなね、結構芳醇な香りがします。なんでね、こっちはこっちでまたハーブティーとしてね、とても変わった味が楽しめるのかなと思って、頑張って増やしてみたいと思います。で、これが水耕栽培した茎です。茎ですね。すごいね、こう根張りがもうすごい。これ水につけてだいたい1ヶ月くらいかな、まあ、ちょっと下茶色くなっちゃったんですけど、根っこを切らないようにこの緑の部分と茶色の部分の境目をポチッと切って、でね、あと葉っぱ上の方もね、もう葉っぱが枯れちゃってるので、この分もね養分が行き渡ってもしゃあないので切っちゃいます。で、こんな感じにね、ちっちゃい、ほんとちっちゃいミント、血の恋人比較したものなのか、人差し指と比較してこんな感じ、すごいちっちゃいミントちゃん、これをどんどん作っていこうと思います。はい、カットの方が完了しました。で、この2つはねまだちょっと根っこが出ていなかったので、もう一度水耕栽培に戻して根っこが出てから再度土に植えたいと思います。じゃあね、早速土に植えていこうと思います。これも買ってきた時のままの状態になっているので、結構ね根っこがパンパンになっている。これ以上ね、多分この鉢で育てると根詰まりを起こしてね、せっかくこう生えてきてる子もダメになっちゃうと思うので、一旦鉢から出して余分な根っこを取り除いて新しい鉢と土に植え替えたいと思います。やっぱすごい
根っこがぎっしりでした。すごい、大体20センチから30センチくらいあるのかな。すごい根っこが長いです。もうちゃんと植えていこうと思います。はい、じゃあここにね土を用意しました。土と新しい鉢かなを用意しました。でここにねさっきの根っこをほぐしたやつと、あと水耕栽培で育ったやつをね植えていこうと思います。こんな感じで植えてみました。でまたこれでね定期的に水やりをして、あと、まあ、月に1回ぐらいかな肥料をあげながら、どんな感じに、ね、育っていくのか経過を見ていきたいなと思います。今日はねお値下げ品ミントお値段50円の水耕栽培とあと植え替えの動画でした。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。